こんにちは、らんまるです。今回は鍋割山遠野岳を縦走してきましたので、お話ししていきたいと思います。よろしくお願いいたします。大倉バス停から7時8分に出発いたしました。今回は鍋割山を経由して遠野岳に向かいます。半年ほど前に鍋割山は行っておりますので、一順もよく存じております。最初は林道のようなこのような道がかなり長く続いていきます。急な坂などはありませんので、この通りは小さなお子さんも数人見かけました。この日は日曜日だったので、人ともたくさん会いました。鍋割山はこういう橋をいくつか渡っていきます。前回来た時は秋だったので、紅葉がまだ少し残ってる感じだったんですけれども、今回は4月なんですね。で、新緑がそろそろ出始める頃かなと思ったんですけれども、まだそれには少し早かったかもしれませんね。この日はとても晴れてたんですけれども、気温がこの場所で確か10度ぐらいでしたので、まだ肌寒い感じでした。歩いているとそんなに暑くないんですけれども、立ち止まると寒くて上着を着てました。結構人がですねたくさんいたので、カメラをねあまり回せなかったんですね。まあ、日曜日なのでそれは覚悟して行ってたんですけども、想像以上に人にたくさんいました。こうやって撮ってるのはたまたま人がいなかったから、急いでカメラを回してたりします。この辺りから本格的な登りとなります。結構ここからが急登となりますので、皆さん大変な思いをされてるんだと思うんですけれども、私からしてみるとですね、遠野岳に向かう時の大倉尾根という、道があるんですけれども、大倉尾根のコースに比べれば楽だと私は思ってます。景色がしっかり変わるから飽きないっていうところがいいのかもしれませんね。大倉尾根は結構まっすぐな一本道なので、飽きちゃうのもあるし、長く感じますね。でもね、あっという間にだいぶ上の方に来てしまいました。人がいてね、カメラ回せなかったんですね。もう本当に声がワイワイ聞こえるぐらい皆さん楽しそうに登ってらしたんで、さすがにねちょっとカメラ回しにくかったんで、ここは人がいませんでしたので回してます。でこの辺りはちょっと霜が降りてたんで、もうちょっと寒かったかもしれませんね。であっという間に鍋割山荘に到着いたしました。これが、10時19分だったようなんで、約3時間ぐらいかけて登ってきたことになります。これはね、うどんを買うために並んでる列ですね。鍋割山はやっぱり人気なので、平日も人がいっぱいいるんですけれども、いや日曜日もいっぱいいましたさらにいましたね。で、こちらの富士山もしっかり見えました。雲はね、何にもない空ですね、ここは。で、私もね、ここでまず1回目の休憩としてお昼ご飯を食べようと思います。ちょっとね、カメラの位置が間違えてますね。正面富士山なんだけど、自分の体で隠してしまってます。自撮りでありがちなねやつですね。難しいんですよ。でそれに気がついて場所変えました。本当にね、周りの方、団体の方かな、なんかお友達同士とかサークルみたいな仲間なのか、本当に楽しそうにしてらっしゃいましたね。でそういうところで一人ポツンと食べてると、めちゃめちゃ孤独を感じるんです。山の中でね、誰もいないところで一人で歩いてるのは全く孤独な感じにならないんですけれども、こういう時に孤独を感じて、ちょっと寂しい気持ちに、ね、なっちゃうんですよね、私は。だから早くこの場から去りたいと思って急いで食べてます。ちょっとね、寒くなってきたんで、上着をですね、これウィンドブレーカーなんですけれども、綺麗に着直して、これで歩くことにしました。もう1200メートルぐらいなのかな。鍋割山は1272メートルなので、そのぐらい来るとね、真冬、関東の真冬ぐらい寒いんじゃないかなって思います。まだおうどんのね、行列が続いてますね。いやー、皆さんどうしても食べたいんですね。で反対側の方もね、こうやって湘南方面とか見ることができますね。小田原とかかな。で、私は早々に出発いたしまして、今度は遠野岳に向かってますね。でこの辺は本当まだ真冬の感じの木ですね。葉っぱが全く出てないですね。でもね、葉っぱがない分ね、景色がよく見えるんで、これはこれでいいんですよ。葉っぱが生い茂っちゃうと今度景色がね、見づらくなるということもあるので、この道はたびたびこういう開けたところがあるので、見どころがたくさんあります。少し道がぬかるんでましたね。霜が降りて、それが溶けて、それでなんか泥っぽくなってる感じでしたね。でもそんなね、坂になってないので、滑って怖いっていうような感じではありませんでした。日がしっかりあるところはもう乾いてたりするんで、気持ちよく歩けましたね。今回はね、人にたくさんお会いできたので、簡単なコミュニケーション、例えばあと30分ぐらいで到着するよとかね、そういう声をかけていただくことは多々ありました。あとはね、団体の方とかがいらっしゃると、なんか皆さんで集まって何か話してるんですよね。計画をこう練り直したりとかされてるんだと思うんですけども、そこをこう通りたくても通れないっていう時があるんですよね。塞がっちゃってて。でもね、それに気づいた人はね、人が通りますとか言ってね、気を使っていただいたりして、本当にね、周りの方はね、大変お行儀よくいらっしゃったかと思います。この辺も多分初夏とかに来たら綺麗なんでしょうね。山が緑になって、今はね茶色っぽいけどね、茶色ですね。緑の時も見たいな。ただね、初夏になると暑いんですよね。暑いのはなんかちょっとな、どうしようかなってなっちゃいますね。やっぱりね、気温で体力が奪われてしまうんですよね。気温に左右される。だから真夏なんかはもっと苦しいと思います、この山。だけど前回は秋だったし、今回は春ぐらいだったんでね、すごく気持ちよく歩けたんですよね。汗もね、びっしょりかくとかじゃなくて、ほんのり汗ばむぐらいでしたね。今回のタイムは8時間34分。活動時間が8時間34分で、休憩がですね、その中の1時間2分と記録されてますね。意外とね、休憩を取らなかったんですよね。なぜ取らなかったのかって言ったら、まずは山頂とかでゆっくりしてると、もう楽しそうな人たちに囲まれて孤独を異様に感じるから、だからもう早く食べて早く移動してって感じでしたね。あとは途中の休憩ポイントがあるんですけれども、それもですね、結局ベンチが塞がってたりするんですよね。そうするともう休まないで行っちゃえっていう感じで歩いてたんで、それで1時間ぐらいしか休憩してないんですね。私も後からこれ記録見て分かったんですけど、びっくりしました。で、今これは遠野岳に向かって歩いてるとこですね。遠野岳はさらに人気なので人がたくさんいますね。この木道なんですけれども、細いんでね、譲ったり譲られながらね歩いていきました。もうね、この辺りになるとまた朦朧とするんですよ。毎回そうなんです。朦朧としながら山頂でカメラをやっとスイッチ入れましたね。遠野岳山頂に到着です。12時2分に到着してるんで、おそらく1時間半ぐらいかかったのかな、鍋割山から。人見てください。すごい人でしょ。いやー、遠野岳人気だから人いっぱいいるっていうのは知ってたけども、こんなにすごいと思わなくて。でね、なんかツイッターとかの情報で知ったんですけど、この日は特にすごかったらしいです。遠野岳好きの人が今日はすごかったってつぶやいてたんで、やはりね、前日ぐらいに雨降ったんですよね。雨降った後の山って空が澄んで綺麗なんですよ、晴れれば。それを私も狙ってわざわざ日曜日にしたので、考えていることは皆さん同じだったということなのかなと思ってます。少しね、雲も出てるんですけれども、まあ綺麗な雲が出てますね。で、ここでもね、お昼休憩にしました。2度取りましたね。鍋割山でおにぎり1個食べて、遠野岳でもう1個をいただきました。一気に食べるよりも分けて食べた方がいいっていうふうに本に書いてあったので、そのようにすることにしまして、近くにね、外国人の方がいらしたんですよね。すごい楽しそうにおしゃべりしてて、中国の方と、あとなんか見た感じが中近東系の方だったんで、もう本当に異文化コミュニケーションっていう感じでしたね。で、この辺りはね、人がいないところを見つけたんですよ。すごいいいところでしょ。全然人が来ない。これからここで撮ろうって思いました。どこだかは教えません。そして、遠野岳山頂を後にして下山します。遠野岳はちなみに 1491m ですね。鍋割山より 200m ぐらい高い山です。その遠野岳を12時55分に出発いたしました。ここからは大倉尾根を使って大倉バス停に向かいます。ここの景色も素晴らしいでしょ。上りの人はね、もう苦しくて後ろなんて向けないんですよ。ほんとラストスパートっていう感じなんでね、おそらく皆さん朦朧として歩いてるんですね。で、下山でその景色の良さを知ると。なのでここはね、ちゃんとカメラ回そうと思って頑張って回させていただいてます。すごいここの木道歩きやすいし、階段もあるんですけれども高さはちょうどよくてすごくいいんですよね。上りはね、そんなのもうね気にすることができないぐらい疲れてるんですけど、帰りで気がつくんです。歩きやすい。ここはね、人がいない時はトン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 とね降りると早く進みます。危なくないんでね、滑らないし。でね、ここね、右側なんですけれども、ちょっとモザイク入れさせていただきました。多分ね、入っちゃいけないとこだったような気がするんですよね。なんか、それで姿が見えてたりして、いろいろと問題になったら嫌だなと思って。でも、こっからの景色がすごくいいんですよ。だから、入っちゃいけないところに入って写真を撮りたい気持ちもね、わかるんですけども、多分、柵が倒れてたんですよね。それが見えなかったのかもしれない。っていうのをね、動画を見て私も気がついたんで、その時はね、カメラの画面見てたんですけど、逆光でよく見えないんですよね、何が映ってるかとか。まあ、でもこの景色はね、とてもね、いいので、ご覧いただけたらと思います。ずーっとね、さっきの木道から続いて、いいでしょ？こんなに広く開けてるのって山頂とここぐらいじゃないかなって思います。毎回ここでね、綺麗だなって見るんですけど、天気が悪かったら真っ白だし、で天気が良くてもね、もやっとしちゃってあんまり遠くまで見えないんですよね。で、こちらが花立山荘というところですね。空いてるの初めて見ました。土日は空いてるんですね、やっぱりきっと。私が来るの平日なんで、平日はピタッと扉閉まってね、ここいつ空いてるんだろうっていつも思ってたんですけど、土日だったんですね、やっぱりね。このかき氷が有名だとどこかに書いてありました。私は食べずにね、下山してますけども、休憩したかったんだけどベンチが空いてなかったんじゃないかな。なので私は先を急がせていただきました。本当にこの日はね、いいお天気で山を歩き日和でございました。今日はこれで以上になります。ご視聴ありがとうございました。